お疲れ様です。ラットです。今日ですね、こちらメガネつけでやっていきたいと思います。というわけで、玄関今日ですね、グラチャレの今勝率が一番高いのが、まあ、このデッキと 71% ぐらいね、はい、ありました。まあ、なんでグラチャレするよって方とか、まあ、デッキ探してるよって方は、ぜひね、これは参考にしてみてください。で、まあ、形も、ぶっちゃけ何でもいいと思ってて、これ中身ですね。もうメガナイトとスキャラがあれば完成するわけですよ、このデッキ。だからエレキがハンターとか、メガゴがインドとか、ザッピーとか、それこそスケキ持ってないならね、まあトリトンがすごい安牌ですし、まあダックプリでも良さそうだし、まあタルが嫌ならユキでも、ボスキがゴボリでも、みたいな感じで、ほんと何でも中身いじれるので、まあ自分だけのね、メガナイトスキャラ皆さんもぜひやってみてください。というわけで行きましょう。さあよろしく。で、このデッキはね、ちょっと陸が基本的に固めになってるかな。てかもう最近ね、毎日言ってます。はい、陸環境です。はい。クワとかがいないので、もう陸ユニットいっぱいの環境がすごい来てるんですけど、よいしょ、危ない。まあそこに対して、こういうね、スケキン、メガナイト、墓石みたいな陸がちょっと多めの。で、エレキも一応陸行きにもなるので、まあこういったデッキはちょっと強いよね、というわけで。さあ、アチャクイロイホグかな。クエイクのロイホグのファイスピなので、さあ、環境のガチテンプレ来ましたが、これはもうスケラ打つコストもないので、マナが適当にメガナイトぐらい添えてあげてね。メガナイトじゃない、メガオぐらい添えてあげてね。で、スケキンのスキルも、まあ使えそうだったら使っていこうぜ、ぐらいの。いや、うまい。で、今回、これやばいんですよ。僕スケラなんで、これ金起動されるとガチでやばいんですよ。いや、めっちゃいいキング起動されて、やばい、マジやばい。さあ、着衣は、はい、耐えたのはでかいですね。さあ、これスケラで、マジで上手い人みんなキング起動してきます。メガナイトをね。今みたいな感じで。1コス2枚使ってね。そんなので、こうなってくると結構渋くて、やばいですね。今んとこ普通に負けます。はい。今んとこ普通の人だったら負けるんですけど、まあ僕は勝ちます。で、まあ勝ち筋は本当にダメージ入らないので、いかに相手の攻めのダメージを防げるかって感じかな。最終的に後半になってきたら、もうスケラとポイズンでじわじわ、削れるので、まあ、本当だからポイズン削りみたいになってくるんですよね。スケラの一発二発で緊急動画をしてるんで入るかどうかのダメージと。なんで、まあ、序盤ここも相手のダメージを耐えてしまえばみたいなところはあります。で、スケラ打つのも、このね、内側がめっちゃ大事ですね。で、これさすがにあっちゃくいくんで、いるんでポイズン打ってあげて、このね、スケラの出す位置も4パターンぐらいあるんですけど、まあ、これはやりながら覚えていくのが、いいかもしれないんですけど、なんかできるだけね、タワーにね、かするように置いてあげると、なんて言うんですかね。あ、これ、墓石いらないんですね、ぶっちぎり。うん、まあいいや。スケルトンが生まれてすぐ殴ってくれるんですよ、タワーを。よいしょ。いや、これは、まあ、スケル打ち得ですね。なんで、この、ここではなくて、この内側ですね。で、さらに奥にしてあげると、なんかね、よりいいみたいな、はい、なんか見ました。で、ここはまあポイズンしたいんですけど、いやー我慢かな。いやー相手のボーイうまっ。これスケキンエレキ落としかな。で、範囲で頑張って、このアチャクイが頑張ってくれるとやばい。アチャクイが頑張ってくれますね、これは。これマジで結構ね、迷惑です。やばいですね、普通に。でもこうなってくると、マジ耐えゲーかな。で、今ライフが来たらボスキル時間稼ぐ。いや、男の教養でいきます。いや、これ美味しいな。これマジで、男の教養からの、もうスケラ打ってポイズンですね。もうダメージ僕入らないので、これ徹底で、またお祈りしかできないですね。やっぱキング起動しちゃうとね、スケルトンラッシュほんとダメージ通らないので、で、これ相手もう逆全然ありますね。さあ。まあ、ここはしっかり守ってあげて。いやーもうさすがに左っすね、でも。で、相手も相手で上手いので。いや、これ上手いっすね。まあ、樽で、許容の、マジでここで僕、ある程度稼がないと結構やばいので、スキルも使って、ポイズンも打って、いや、来たんじゃない？オーケーオーケーオーケー、でかいでかい、メガゴー。さあ、メガゴとスケキンのスキルがね、気合で働いてくれたんですけど、まあ、これは、本当にやばくて、メガナイト使う上で、序盤に金起動されると、まあ、どのデッキもやっぱきつくなってくるので、序盤はできるだけメガナイト出さないで、ロイフとかホグに出して出したなら、そのターンでできるだけユニット追加して、ダメージを稼いとかないと、最後ね、いかれます。なんで、ま、今のは、ま、よくあるメガナイト使ってて、相性いいのに負けるパターンですね。はい。
まあでも最近この圧着食いが流行ってるんで、スケラもね、その圧着食いに対してね、地味に強いというか、なんかこう、別に圧着食い自体ね、スケラ受けね、すごい優秀なわけでもなく、ね、高めのなんか、相手にユニットを溶かすのは優秀ですけど、別にスケラに対して全然優秀じゃなくて、しかも圧着食い出したらコストがなくなって、スケラ受けをね、相手が出せなくなるとかもやっぱよくあるので、にゃん。やばい、待って。ダクプリ、お帰り。さあ、よく帰ってきた。いいぞ。で、ダクプリ、ペッカとかかな、わかんないけど。そうだから、まあ、序盤は近軌道をされないようにと、されたらぶっぱって感じですね。神相性を逃しちゃいます。じゃないと。で、ここはもう後ろからですかね。で、エレキとマジアチェ咲いてるんで、ぶっちぎりこれメガコ、もうちょい高めでもよかったかもしんない。で、ペッカに対してはもう墓石と他のユニットに盛りましょうか。さあ、で、ラムが来た。まあ、これは踏んで良さそうだけどな。さあ、で、これやばいね。さては、ラムが結構入っちゃうのと、メガナインとか溶かされるのも嫌です。嫌です。さあ、メガラムのファイボでしたね。これ、エレキ追加、ヤンチーかな。メガラムじゃない。ペッカラムのファイボですね。いやーね、これは、エレキはラムの突進を止めるのに、僕、墓石使えばいいんですけど、今みたいにファイボで突破されることがあるので、まあ、エレキ結構大事かもしれないですね。まあ、あれはポイズ打っちゃうか。さあ、当たってないですけど。これやばいですね。まあまあ。なんか、ペッカ工場の小序盤を普通にラムにしたみたいな感じですね、今んとこ。で、これで、ハシマイ来んのかな？ハシマイペッカ来たら来たで、踏めばいいので。まあ、相手は5打ってきますよね、そりゃ。で、ここはもう、スケラ打っても、通らないので、一旦のステイですね。さあ、ペッカがね、まあ苦しいわけではないんですけど、なんか噛み合ってないですね、今んとこ。延命されるかな。これ一回ボーボー貼ってもいいかもね。なんかこのユニットがね、やっぱ残っちゃってるんで。さあ墓石で時間稼いで、まあ、エレキいればファイボで突破されるかもだけど、止まります。よしよし。で、なんならこれは結構チャンスで、よいしょ。まあ、ペッカ来たとしてもみたいな。あれ、ポイズン打ちたいっすね。で、樽を転がしてジャンピング。熱い、お願い、飛んでけ。メガゴがね、これめっちゃいい味出してんの。このメガナイトの後ろのメガゴが火力枠でね、相手のユニットめっちゃ攻撃してくれてるんで、なんかメガナイトって、ナイトとかバルキリーとかミニペッカとか別に何でもこう抑えられちゃうじゃないですか。まあ、なんですけど、そこにメガゴがいることによって、単品だけだとね、抑えにくいっていう。で、ここスケキンのスキル使ってあげて、ペッカ溶かします。熱いよ。さあ、スケキンが、まあここでね、初めて活躍していくと、まあ別にスケキン、本当にトリトンの方が強いんじゃないかっていうか、まあ何でもいいと思いますけど、まあ、スケキンはスケキンでね、なんか良さがあるよねっていうので、まあほんとぶっちゃけ何でもいいっすね。さあ、よろしくね、と。まあ、いうわけで、基本的にメガナイトの後ろにメガゴか、まあ、エレキか、まあ、同じくスケキンの後ろにメガゴかエレキかいて、スケラ打てると強いかなと思いますね。で、あとはもうほんと墓石置いて、後ろから伝えて、攻めてきたのメガナイトで踏んで、とかカウンターで、みたいな。なんか自分から端前、スケキンスケラとかは、ほぼやんないですね。まあ、最後の最後にダメージ通したら勝ちとか、そういう場面があるならあれですけど、なんか遅延スケラとか、まあ、デッキによってはジャイスケラとかも、始まりからジャイスケラとか、ベビースケラとか、まあ、あると思うんですけど、メガナイトスケラはやんないですね。で、今回相手はアイスイズボーラーのスケラかな。バルーンだったらアイビスないので、スケラかと思います。で、まあ、インドラとかが嫌ですよね。で、スケラだったら、もう、墓石後ろでいいですね。これ、スケラ受けになってくれます。さあ、メガゴに頑張ってもらって、まあ、これ、棒っぽいっすね。
で、バルキリがポイズンに入るぐらいで止めてあげて、よいしょ。で、まあ右サイド入ったのは痛いで、これ筋起動されちゃうんで、エレキ単品に行くとね、トリネで筋起動されるんで、これで阻止します。うん、これスケキンのスキル、まあ使う必要あるのかっていうとこなんですけど、なんとなく使ってみます。はい、いやー思ったりですね。いやでも意外と、いや意外と相手の防衛がなんか無能化してる。さあスキラ対決ですね。でフリーズかな、相手どっちだろうっていう。うん、でも墓石はマジ後ろ出し毒かな。スキラ受けに対して優勝なんですよ。もう最近だとないですけど、昔は逆にねスキラってもう墓石だったんですよね。でよくチェーンスキラで墓石使われてた、なんか本当にもう後ろに お互い墓石置きまくるみたいな試合とかもあったんですよ。でまあスキキンのいいところは範囲攻撃なので、スキラ受けもちょっと優秀ですね。うん、でもこれは打ち得だと思うんですよね。うん、でまあポイズン勝利してアイウィズ。相手でもスキラ受けがね別にそこまでマジで強いわけじゃないから、まあ、僕もこれ、まあ、ちょっとやばいですけどね。まあちょっとだけね、フリーズ持ってるんで、この後エレキがいるっすね、僕は。エレキで、よいしょ。なエレキとかもね、これが強いですよね。アイウィズとかもか、召喚値ダメージついたんで。でも、ここはスキラ打ち得で、打ってあげて、なんならメガゴ追加してもいいですね。今回の相手に対して、ポイズン打つ場所が別にそんなないので、マジでボーポイとか、それぐらい。あとはこれユニット追加してあげれば、いやー、いいトレーニングですね。でも、メガネ飛ぶな。ターニーかすれ、いやでかかすりすぎ。で相手は逆サイバルキリースキラもありますね。で僕の負け筋はこのインドをトルネで、あのエレキをトルネで逆サイドに持っていかれてみたいな、まあ、ですけどさすがに入りそうで、エレキをトルネで金起動とかしたいと思うんですけど、まあ、そんな余裕もないよねと。いやアイウィズちょっとズルだなこれね。今までだったら召喚値なかったから結構入ってたと思うんですけど、なんなら終わってるぐらい。うん、でこれはマジでエレキあればある程度多分止まるから、樽もあるんでね、ここは無理して棒ポイする必要がなくて、男の許容からのサスケラ打ってあげて、なんなら攻めたるぐらいいってもそうだけど、さすがにこれ勝ったんちゃう。いやーまだ勝ってないですね。もうポイズン削りしちゃおう。エレキあればなんとかなると。あーエレキナイス。なんかね意外とこのエレキがマジでコウモリとかも全部やってくれるんで、まあ、今回いなかったですけど、インドラとかのリセットもねもう全部エレキで、はい、エレキゲーですね。エレキも最近あんま注目浴びてないかもしれないんですけど、結構影でのぶっ壊れキャラだと思いますね。まあ安定しますねエレキいれば、本当にファイボでも飛ばないんでね。マスケレキの安定感はそこですね。ファイブで飛ばない。まあ、ポイズンって飛ぶものの、それまでに活躍するんだよね。さあ、ローリーバーバー。ポイズン飛ぶよ、ね、あれ。さあ、で、エレキか、まあ、スケキンか、どっちでもいいですね。で、ダークプリと。もうこういうの蓋したいですけど、もう相手のデッキわかんないので。さあ、エレキ、ダークプリ。まあ、ベッカとか、メガナイトとか、もう最近ほんとこんなのしかいないからね、あなた。墓石がね、わお。いやー、スキャラ打ちてー、これ。打っちゃおうか。ちょ、打っちゃいますね。さあ、このスパーキーが結構無能になるんですよ、この瞬間。で、スケキンのスキルも溜まるので使ってあげて。いや、なんならお得。だってこれで、え？え？落ちちゃうんすかあなた。でかっ。セニット残ってるところに、前手がケツスパしたので、俺もっとなんですよ。そんな簡単に落ちるっていう。まあ、スパーキーね、適当に後ろから出しちゃうと、マジスケラにワンパンされちゃうので、まあ、そこだけ皆さんもね、気をつけてください。なんで出すならちょっと高めとか、まあ、ユニットから入って確実にケツスパとかですね。うん。まあ、今のは、まあ落ちるとは思ってなかったので、しかもスパーキーも処理できてるんで、もう僕からしたらお得のお得のお得ですよ、ガチで。
さあで、まあ、ここに関しては守りたいですね。はい、一旦タル捨てて血メガゴから入りますか。相手レイジーとかじゃないのかな。わかんない、これでファイボザップとかだったらちょっと悩ますけど。さあ墓石メガゴ置いて、あとはエレキとスケキンで同時踏みしたいですね。これ同時踏みっていうのは、まあ、なんか同時でもないやんってなるんですけど、このスパーキーにやっぱミニペとかってよく入ってると思うんですけど、そのスパーキーに対してエレキピョンって当てるだけだと行かれちゃうんですよね。エレキとかがミニペッカとか後ろのメガゴとかに。なんでもうちょっと綺麗に落としたいんですけど、マジでエレキとスケキンとか同時に置いて、エレ、あの相手のミニペッカとかメガゴに、なんだろうな、遠い方にエレキ置いてあげて、近い方になんか竹取り役のね、スケキンとか置いてあげると、スパーキーも止めれて、エレキも処理されないで、みたいな。なんか同時に落とせばね、なんかいいことがあります。もう一回そういうシーンがね、来ればいいんですけど。よいしょ。さあ、まあ、墓石ね。墓石ゲーと、まあ、スケキンの、ラッキーパンチと。いうことで。まあ、エレキで丁寧に踏んで、横にすぐね、別のやつも出してあげるとね、なんかエレキが延命できて、スパーキーもね、止めれて、みたいなことになります。さあ、よろしくね、と。いや、マジでこれメガナイトなのに、ペッカにも勝てて、何がきついんだろうね。まあ、アチャクイにもね、その、アチャクイって、言ったらポイズンタルとか、じゃあ処理できないんですよ。ポイウッドだったら飛ぶんですけどね。まあ、タルも一発殴れば処理できるんですけど。で、ライトニングでもないから、相手陣地の、マジでさ、アチャクイどうにもできないんですけど、このデッキは。なんですけど、まあ、その間に別にスケル打っとけば、全然いいので、このデッキはね、マジで、あん、そんなことある。なんかこの、なんだろうな、メガナイトはアチャクイで処理されるかもしれないんですけど、まあ、それまでに、よいしょ。スケラがだいぶ入ってくれるよねっていう。これ、スケファイスピー使ったんで、さすがにキング起動はできない気がすんな。ないよね。いやー、でかい。いや、マジでこれなんですよ。今の別にアチャクイ出されてても、アチャクイ処理できないですけど、その間にスケラが入るんでね。なんかもうアチャクイ処理をしなくていいっていうデッキですね。アチャクイ来たら来たで、マジで自陣でね、その、まあ、スケキンとか、まあ、メガナイトル踏むだとか、受ければいいよねっていうので、よいしょ。そこも全回収のね、許容です。はい。で、あれ?スケラがね、こういうのもね、スケラ打ちたいんですけどないので、まあ、スキルぐらい打って、見物しときますか。よいしょ。でもまあ、これでアチャクイ処理できるのも美味しいですしね。なんなら相手めっちゃ苦しんでんの。いやーん。はい、終わりです。まあ、そんなわけで、メガナイトプラススケラ打てば強い。そしてスケキンもまあ、残ってたら強い。マジトリトンダークフリでもね、変わんないと思います。まあそんなわけでさすがに勝ったかな、これはもう。まあこれ流行りのデッキにね、強いから環境の勝率がまあ、環境での勝率が高いわけで。よいしょ。まあ意味わかんないデッキ打って大変かもしれないんですけど、まあメガナイトはね、僕、マジであの、格上に対しての最強ぐらいのキャラだと思ってるので。よいしょ。メガナイトはマジでね、おすすめですけどね。好きすぎて。メガナイト愛がね、やばいです。あ、これエレキ、あっち食い止めるんで。いやー、めっちゃいい。連打してるやん。絶対あれ。さあ、もう、最後ね、降りに行ってあげて、もう、スキラがね、アチャクイが流行ってるからこそ、もう最近いろんなスケラも流行ってるんですけども。オーケーイ。さあ、グッドゲームと。というわけで、いや、今日はマジで全部、圧勝じゃないでしょうか。さあ、ということで、マジでね、デッキパー、タカタカのね、タカデッキだと思いますので、まあ皆さんもぜひね、こちら、メガネットスケラ使ってみてください。チャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。